皆川さんから見て、はい、松野さんと、はい、吉田さん、どちらがいい上司だと思いますか？え、きついっすねこれ。ねえ、隣にいるじゃないですか、はい、しかもいや、いいのよ正直に。下手すると見てるじゃないですか松野さんも。ああそうですね、そうですね、松野さん、はい、じゃあですね、まあ、どっちがいい上司かというよりも、はい、僕にとっては、まあ、松野さんはですね、お母さんな感じです。ほう、吉田さんは、はい、お父さんとか、はい、そのお兄さんの感じなんですね。ごめんなさい、ちょっとよく分からなかったです。どっちが好きとか言えないんです。あ、なるほどなるほど。でも、たくさん怒られたのはお母さんです。はい、はい、あ、なるほど。いっぱい説教されました、ね、次の質問いきます。そんな吉田プロデューサーの好きなところを3つ挙げてください。好きなこれまた隣にいるときに言いづらいやつですね。まあ、あの声が渋いとかいろいろあるんですけども、なんか疑われますよ一応ちょっと真面目な仕事をする、はい、同じゲーム開発者の視点でいきますと、はい、まあ、やっぱりまずゴールが明確なこと、作ろうとしていることがどういうゴールに向かっているのかがすごくしっかりとビジョンがあるっていうところと、はい、あとは、まあ、そういうのがあった上で状況を見ながらちゃんと、変更する決断をしっかりしてくれるところと、はい、あとは、まあ、一番はやっぱりこうして、うん、誰よりもちゃんと作ったもの本当です。楽しんで遊んでくれるところですね。やっぱりゲーム開発者としてはそこが一番、はい、大切なんで。もう皆川さん、はい、めっちゃいいことを言ってくれてます、はい、ちょっと真面目に語ってみました。一度決めた方針ってやっぱりなかなかね変えにくいんで難しいんですよね、うん、でもそこをちゃんと状況を見て決めてくれるのが一番大切だと思ってるんで、はい、はい、ありがとうございます。